皆様いかがお過ごしでしょうか。有機社の中の人有機です。さあ本日も詰め将棋の方をですね、皆様に解いていただこうかと思いまして、今回は9手詰めの詰め将棋を作ってまいりました。では棋譜の方を読んでいきますので、ぜひお考えいただきたいと思います。玉型5枚ございます。玉型5枚、2二歩、3一玉、3一玉、3二金、3三歩、4一金ですね。攻め方、5二銀、4三歩、2四桂、2一銀、1二歩、1二歩じゃないですね。1二飛車ですね。はい、ということでね、皆様1分間お考えください。それでは1分間スタートします。皆様ここまでご視聴いただきありがとうございます。それでは解説の方をさせていただきます。まずは3二銀成とこうきます。これは同銀ですね。同玉では取れないので同銀で取ります。はい、ここで注意していただきたいのが打ちどころのミスですね。はい、4二金打ちとこう打っていきます。4一金打ちは詰まないので、必ずここで打ってください。でこれは同金で取りましょう。こう逃げる手もね、当然あるんですけども、そっちだとね、早く済むと思いますので、こちらね、同金で取ってしまいましょう。これは同じく歩成りですね。はい。強気に攻めていきましょう。はい。で、これ同玉ですね。同玉で取って、4三金打ちですね。はい。4三金打ち、3一玉。で、3二金とこうね、上がって、これで詰みですね。はい。まあ、桂成りでも詰むと思います。はい。ということでね、このような形で今回は詰みがありました。では、もう一度ね、解説の方をさせていただきます。よいしょ。はい、ではやっていきます。このような、初期状態からですね。はい。3二銀なり、同じく金。4二金打ち、同じく金。で、同じく歩なりで、同じく玉。4三金打ち、3一玉。3二金、上がって、これで詰みとなります。はい、今回はね、だいぶ淡白というかね、かなりシンプルな形だったんじゃないかなと思います。まあ、こういったね、シンプルな詰め将棋もね、やっていくとね、非常にこう強くなりますのでね、高難度も解いていただけるとですね、いいかなと思います。はい、ということでね、本日の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございました。